通り全部やるのを作ったぞ。これ一回再生すればその日は終わり。お疲れ。ロード長くなっても大丈夫な感じ。何年使わされてきたと思ってるの。あ、はい、助かっております。あらゆるタッチの前に画像認識を置く。これが最強。あ、うん、必要なものを待つし、知らないものが出てきたら止まるし、安心だよね。ここにたどり着くまでの面倒も報われるってもの。そのあたりはもうちょい改良していくよ。で、今回はどんな文句を言えばいいの。今回は視認認識を紹介します。あの、よくわかんないやつね。自分が欲しいと思って付けたんだけど、説明が難しくて。ざっくりとだけ紹介してごまかすと、視認認識は画像認識がたくさんあるプログラムようです。対策向けってこと。そう、こうやって画像認識の左端の番号を押してアイコンをつけておくと、この順番に判定されるんだっけ。うん、成功した画像認識があればそこから再生される。要するに画面に合わせて途中から再生できるってこと。タイトル、お知らせ、作業1、作業2で再生するプログラムがあったら、それぞれの最初の画像認識に印をつけておけばいいと。もちろん区別がつくように認識するものでないとダメだけどね。ロングパネルの再生アイコン変わってる。最初からじゃなくて途中の画面でそのアイコンを押してみて。じゃあお知らせから。お、ちゃんと途中から始まる。細かい設定は概要欄からサポートサイトを見てください。とりあえずはこの使い方でよくない。ポチポチマークするだけだし。全部やるプログラムはあるけど、ちょっと自分の手を出したい場合に便利です。分かるようなわからないようなことを下るから終わるよ。なんかこうピンときたら試してみてください。